アガサ・クリスティ、パディントン発4時50分シュートが見た殺人現場を調べていた元警部補の東子。そして犯人は殺した後、車内の窓を開けて死体を放り投げた。その場所はある富豪一家が住む豪邸だった。財産はあるけども金使うのは大嫌いなんだ。珠玉の列車ミステリー。分かったわ、真犯人が。パディントン発4時50分24日土曜夜9時、アガサ・クリスティ2夜連続。